10月4日の調整で降下時間が情報修正された侍の号令。登頂時から使い続けて赤プレになるまで使い込んだ投稿者が、これから使いたい人に大切なことを伝えたくて動画にしたよ。計略は、式4のため号令で 6.3 カウントのチャージのエトグリップラス4、降下時間が 0.8 カウントも伸びて 12.3 カウントに。さらに磁力依存が高く 0.6 あるから磁力流派で 13.5 カウント持続。そして今回ぜひ知ってほしい使い方として、残り復活時間11秒でため始めると磁力から出た直後に発動できる。動画内では 4.20 秒くらいからやるよ。流派発動。一の方うわよ。くそ、こんなバッコに突撃。切られる時が来たか。ごろ合いだな。主に侍、敵を斬る。報復の時。ランってのは生きるための戦いだ。逃げるな、勝ちってね。バカチンが突撃。お前の志はそんなものか。うわよ、刺激。バカチンが切られる時が来たか。流派発動。二の方切られる時が来たか。バカチンガー、どけ。流派発動。三の方バカチンガー、どけ。ガバ防衛で取られすぎたけど、今度はこっちが貯められるターン。全員で戦えるように撤退部隊の残り復活時間が11秒でチャージを始めるよ。この目安時間を知っとるかどうかで侍の高齢の効率は変わると思う。バカチンガお前の志はそんなものか。どけんが戦機が こんな感じで岩なりが出たタイミングで発
動。より長くなった侍の高齢ならこの低いラインからでも逆襲が可能。磁力流派で 1.2 カウントの手から残り20カウントくらいまで続くよ。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。突撃！死ね。切られる時が来たか。どけ！ほらよ！バカチンガ！くだらん。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。反逆の乱撃波情報修正でブロックプラス10に 1.5 コスブロック6得気持ちが持つ計略として優秀。鬼っ子様を撃たれたら3回するつもりだったけど、この計略は倒しにいかんと乱撃で持ってかれるから侍の高齢が続く位置に溶かす方針に。流派発動。二の型。こりゃ出世の道も見えてきたな。ご視聴ありがとうございました。今回の調整で注目度の高い計略やと思うから、おすすめの使い方を紹介したよ。